1865年、サウスカロライナ州知事選挙結果はが65%以上、得票はが60%から64%以上、得票はが55%から59%、得票はが50%から54%、得票ハンプトンが50%から54%、得票ハンプトンが55%から59%、 特票ハンプトンが60%から64%を、特票ハンプトンが65%以上を、特票1865年のサウスカロライナ州知事選挙は、1865年10月18日に実施された、公選によるサウスカロライナ州知事の選出選挙である。この選挙は、サウスカロライナ州において、最初の直接公選制の州知事選挙であり、 1865年のサウスカロライナ州憲法が批准されたことによって実施された。この選挙では州憲法の規定により白人男性のみに賛成権が与えられ女性及び黒人の選挙参加は禁止されていた。1865年サウスカロライナ州知事選挙の一般投票は1865年10月18日に実施された。 選挙には、ジェームズ・ローレンス・オアとエイド・ハンプトンの二人が立候補した。二人の候補者は共に、政党の支援を受けず、無所属として立候補した。結果はオアがハンプトンを僅差で破り、南北戦争後の最初の州知事として、オアが当選した。ありがとうございます。